はい、こんにちは。即下塾の久保でございます。今回はですね、やっとこの記事が <laughs>、皆さんにね、紹介できるなと思いまして、えー、ちょっと一つ思いを、ここにね、えー、お話し,したいと思いますけども、自粛しない若者像って皆さんご存知ですかねこれはですね、えー、おそらく私はあんまり見てないんですけども、あの、テレビとか新聞とか雑誌に中心としてですね、まあ20代から30代、まあひいては40代ぐらいの、 若い方たちがもうね、自粛とかを関係なく、あちこち出歩いて、感染を拡大させてるんだ、キャリアになってるんだってことを、まあ、懸念している人たちがいるわけなんですよ。しかもこれがね、結構多数なんですよね。で、実際どうなのかっていうと、そうではないと私は思うんですよね。これは私の感覚の話なんですけども、まあ、そもそも若い人って絶対数少ないわけですよ。しかも、おなんて言いますかね。まあ、インターネットを駆使して、 普段から会わずにコミュニケーションを取っている人たちばっかりなんですよ。リモートとかね、ズームとかね。なんかその、オンライン飲み会なんて、60代、70代の文化じゃないでしょ。ね、どう考えても。<laughs> LINE でコミュニケーションを取って、久しぶりに会った時にはすでにね、いろんな関係が進んでいるみたいなこともあると思いますし、じゃあ、ちょっとね、集会に行きました。町内会でいいですよ。どうですかね、えー、若者、いますかね若者。若い人たちは、 文章でやりとりしたりとか、うんスマホでやりとりしてことを過ごしてると思うんですよ。在宅ワークに耐えるのも結局は20代、30代とかだと思うんですよね。で、学校は今大学とかもずっとキャンパスライフないですしね。そう考えていくと私の感覚ですけどね。どうなんですかね。若い人たちが自由気ままに出歩いてるのかなそうなのかなと思っちゃうんですよ。むしろですね。 もう現役を退いて、まあ60代から70代、ひいては80代の方が、もう年金とか貯金で暮らしてる方がね、もう仕事に無理していく必要もないし、必要最小限の行動だけすればいいってので、GoTo キャンペーンなどを使ってね、あっちこっち出歩いてるんじゃないですかね。うん、私は特にね、若者と、まあ年寄り世代の対立を煽るつもりはないんですけども、まあ事実論がもしね、語れるんだったら、こういうふうな、 自粛しない若者像っていうのを広めるのではなくて、実際に絶対数の多い60代以上の方の方が、こういった新型コロナウイルスを拡散してる可能性が高いと思うんですが、実際わかんないですよ。私の感覚ですけどね。だって、ね、リモートを使いこなすのって、どうなんですかね ?60 代以上の方が多いのかなそれとも、10代から30代、40代ぐらいの方が多いんですかね しかも、絶対数の多い、少ないっていう問題もあります。で、そこにですね、メディアの報じ方とか、まあ、権力者の報じ方っていうところもあるんですけども、去年には梅頃って、パチンコがすごく悪者になってましたよね、去年の今頃。で、実際パチンコでクラスター起きてないわけですよ。で、現在、パチンコ屋営業してますけども、取材の、なんですかね、攻撃が入ることってありますかね要するに、 パチンコ屋を悪者扱い、レッテルバレしてたことは、いつの間にか間違いだと思って、手を引いてるわけですよ。報じなくなったんですよ。で、なぜか今ね、飲食店の方行ってるわけですよ。いや、飲食店、何なんですかねうん。飲食店で広まってるんですかねどうなんでしょうかねじゃあ、ね、高級官僚の行ってる飲食店、どうなんですかねクラスターになってますかねどうなんでしょうかね うんここら辺は私知らないんですけどもどうなのかなっていう投げかけなんですけども皆さんどう思われますでここちょっと記事をね開けてるのは下の方ぐグーッと行ってもらうと、えー、神奈川に住む大学生の女性はコロナ禍の1年を振り返る2020年を振り返ったら本当に何もなかった時間が失われた感覚がしましたね実際全然ねリアルでアクセスできてないんですよ県外に住む友達とはもう1年以上会ってませんですよね うん、それなのに国や自治体からの呼びかけに20代若者という言葉が相変わらず飛び出していって象徴的なののが次の言葉ですこれね東京の小池百合子都知事この人ほんとひどい人ですよね何でこういう人をね都知事に選んだんだと思いますよ若い方は体力があり行動力がある方々が自分自身が感染する自覚がないままあちこち活動されるってことをレッテル貼りしてるんですよ いやあの毎日出勤してるの誰ですかね東京都庁に毎日何人の方を出勤させてるんですかねうんどうか若い世代の皆さん日本の危機を救う立役者になってくださいこれ戦時下ですかねね戦場に行く20代30代のお二等兵一等兵に呼びかける軍師みたいな言葉ですよどうか若い世代の皆さん日本を 危機を救ううてて役者になっっください,っていあのねもうねも人生長く過ごしてる方が後進に道を譲る,譲るっていうかね最後の仕事として次の世代を任せるべく自分たちが身を挺してね若者を守るっていうのが武士道じゃないですか、ね、何なんですかね年寄りが生きるために若い人たちに危機を救う立て役者になって特攻に行けっていうあのなんか特攻精神を思い出してしまうんですけどもちょっと言い過ぎですかねこれは。 後者の発言の若い世代とは20代から50代を指すが、えー、2月2日には同分科会は若者に卒業旅行や社恩会を控えるように呼びかけたで言ってないと思いますよあの若い人たちは卒業旅行するお金をもうね完全にむしられて借金付けですよ社恩会を控えるって言ってもねリモートで飲み会をしてるんですよだからコンビニが入るわけじゃないですかで全然分かってないですよねこの人たちも でやっぱりね年を取って分かったふうなことを言う人が最も分かってないから立ちが悪い麻生財務大臣もそうだけどね涙が出る日も多かったこれでは若者が自粛せず出歩いてるように思われ自粛している若者までわらもにされてしまうと危惧したまさにその通りですレッテルバイがね成功したわけですよで多くの人は若いやつが悪いことをしてるっていうふうにもう思っちゃってるわけですよあのなんかね年寄りの方が悪党ですよ皆さん 分かります年を取った年を取れば取るほど悪いことするんですよ最近メディアをにぎわしてるのはどんな悪者でしたかね総務省とのなんか癒着接待でしょあれ若者ですかねどうなんですかねまあ菅総理の息子さんが若者として一人いるぐらいですかねうんだからああいうところから叩いていかないとね 昨年10月頃は虚しさが募り泣きたくなるのに涙が出る日も多かった今は医療従事者にできるだけ迷惑かけないようにという一心でうん胸が詰まりますねええー、自粛しない若者のレッテルに違和感を持っているとこれも私もそうですよなんでね若い人たちを悪者にして若い人たちにまず不自由とか命を投げ出すことを要求するのか昔から日本の文化ってのはいや昔からではないですね きっと、武士道のある頃はあ年笠の者がねまず父に赴いて次の世代は頼むぞみたいな感じで旅立っていったと思うんですけども、うん、ここに来てですねお年を召された権力者の方はまあ、権力があるのかないのかわかんないですけども、うん、まあ、このね喧伝ぶりはひどいなと思うんですよ。でここに象徴的な言葉があるんでこれをね今日は。 皆さんに共有したくて今回の動画を撮ったようなもんですよ若者が感染を広げてるというのはコロナ禍の初期に作られた設定なのかなと思うようになりましたこれまさにその通りですねうんだから若い人がとにかくこの世の中を悪くしてるんだっていうふうなレッテルりをしてね若者の攻撃をしてるわけですよ若い人たちに道を開いていくのが年長者の役割だと私は思うんですけどもどうも若い目は積んでおこうっていうね、えー、そんな意地悪な いいいわゆるパラハラみたいなこととが会社という組織を出てですね日本中に蔓延してるんではないかなと思うんですよ少しは若者の役に立つようなことちょっとね年を取ったものはね私も含めてですけどもしなくてはならないんじゃないですかねうんカラオケクラスターが頻発した時にはカラオケや高齢者を名指しした警報は出なかったねこれまた若者がと言われる日が来るとうんざりしていました え、ね、10代から40代の自殺率も上がるってわけですよ。で、若者殲滅作戦大成功ということじゃないですか。で、これではね、将来世代にまさにツケが残った状態と言えるんではないかなと思います。うん。で、若い世代と年長世代の見返りへの感覚は大きく異なります。我慢という形で貢献すれば安全になった社会で楽しさを享受できるというのが、えー、年長世代の考える見返りです。ただ、 若い世代からすれば楽しさは本当に享受できるかなと疑ってしまうほど社会の展望が見えない状況だと、うん、ああ本当にね青山学院大学を卒業した女性25歳もキャリアが見通せず不安を抱えている、うん、早くねキャリアこれを職場とにかくね若者の活躍する場所を席を開けてもらいたいなと思うんですよあの麻生財務大臣はじめとしてですねその席に もうすすぎですよ早くね後進に道を譲ってしっかりと後継者育成してなるべく早い段階でね60代の半ばぐらいで、えー、リタイアできるように、えー、見本を見せてほしいなと私は本当に思いますあの70代80代ね働いてらっしゃる方立派だと思いますけどももう働かなくてもいいような姿そういったものを見していくっていうのも,もう一つの年長者としての お手本の見せ方なのかなと思いますよね。まあもちろんね、いろんな事情があって、年を重ねても働かなくちゃいけない状況の方がいるんで、そういう方をや揄するつもりはありませんけども、権力を持ってる方に私は言いたいんですけども、いつまでね、その場所に居座ってるんですかと。迷惑ですよと。次の世代に突き残してますよってことをね、権力者の、特にお年を召された権力者の方に言いたいですね。まあそうなるとね、ほとんどの自民党の方はそうですよね。もう、せいぜい70過ぎたらもう、 権力からは身を引いてほしいなと思うんですけどもね。